どうもガチャガチャピンピンガチャピンです。今日は知らない映像にアフレコをしていきたいと思います。イエーイどんどんぽん。僕って喋ることが大好きなんです。それで好きってことはちょっとは上手なのかななんてことを思っているんです。最近なんてたって今年で46周年ですからね。なのでアフレコにチャレンジしたいと思います。それでは早速やっていこう。あ、出てきた。どうもこんにちは。メガネをちゃんと直して、これから大事な会議なんです。行ってきます。商談取れるかな。ここのさ、資料の色がさ、ちょっと気に入らないんだよ。いや君、これならどう？いやいや、ちょっとメガネが気になります。私もメガネなので、ちょっと変えていただけませんか、そのメガネ。僕今ちょっと生活に困っているんだよね。なのですみません、この帽子の中にですね、ちょっとなんか入れていただけませんでしょうか。すみません、子供もいるんです。僕これ子供の帽子です。お願いします。あれ、どうも僕百獣の王でございます。ここがお気に入りです。冷たくって気持ちがいいんです。最近暑くなってきましたからね。もうすぐご飯もらえると思うんです。恐竜ライブのチケット取れたかな。あー、マジですごい、倍率300倍なのに取れた。よっしゃ、会える緑に。あー気持ちがいい。どうもありがとう、君上手だね。てかさ、僕もマッサージ受けたいかなと思う。だって最近さ、踊ってみたばっかりでさ、もちろん楽しいんだけどさ、疲れる時もあるんだよね。だからさ、マッサージ受けたいよ。ねえねえスタッフさん、マッサージ、僕マッサージ受けたいんですけどって誰もいない。